達人まであと少しパート26、やっていきましょう。前回、清掃の諸葛古竜を取りました。今回は、行方不明のバレリカを、捜索するところからですが、破壊スキルレベルが、90を超えましたので、達人魔法解禁クエストを、済ませておきます。とは言っても、すべての場所は、過去の経験からバッチリ覚えていますので、全カットです。そりゃあね、ボスも何もありませんから、ただの作業はカットされる運命なんです。とりあえず、達人魔法の一つ、ファイアーストームは無料で手に入りますが、他の魔法は、当然の権利のように有料ですので、ファラルダのほっぺたを、上質な宝石でぶん殴って、呪文書を買い叩きましょう。そんなわけで、達人魔法、覚えました。3万ゴールドほどかかりましたが、安い安い、所詮はした金よ。じゃ試し打ちおば。24の遠雷は、前方一列への、流星群みたいな魔法です。私のパーク構成だと、一発あたり240ほどと、なかなか強烈な威力になっています。が、屋外専用であることと、発動から少々タイムラグがあることから、炎が弱点のドラゴンや、敵の群れを相手に使うのが、正解でしょう。続きましては、倒幕のオーブ。トータルの火力は最強かもしれない、霊気魔法です。不発。有効な発動距離があるようです。こんな具合で、一発260のジャベリンを、無数に飛ばすものです。ドラゴン戦はもちろん、狭い通路などで使ってもいいでしょう。あのオーブが体内にめり込む感じで設置できたら、アポカリプスマジックの中で、最高のダメージになるんだと、思います。結構長めに存在しまして、オーブが消滅する際には、霊気属性の爆発が発生します。説明上は、オーブは3秒で消えるはずなのですが、微妙にバグの多い魔法で、いつまでも消えなかったり、爆発が止まらなかったりと、何かと騒がしい魔法です。お次は、噴火、これまた炎属性です。設置型の魔法で、地面や壁に穴を開けて、火球が噴出するという、なんとも地味な感じです。火球一発あたり、60ほどの控えめな威力だというのに、火球が噴火口の真上に飛ぶため、敵に当てるのは至難の技です。一応、複数設置可能なので、それで補うこともできます。とは言っても、現実的な使い道で言えば、着陸したドラゴンの足元に打ち込むくらいのものでしょう。走り回るタイプの敵相手には、相性はくっそ悪いですね。もうちょっとだけお付き合いください。霊気魔法、暴風です。毎秒65の集中型達人魔法で、派手なエフェクトに対して、射程距離が悲しくも切ない、そんな魔法です。この魔法の利点は、当たった敵の霊気耐性を、50ポイント、低下させることにあります。つまり、空いている右手で、先ほどの倒幕のオーブをぶん投げたり、チルレンドなどで切りつけたりと、アシスト効果を利用した戦いが、できるわけです。もっとも、間近コストを下げておかないと、実戦ではすぐに息切れしてしまうことでしょう。炎魔法の最高峰、近畿の対応です。かなり長めのチャージを必要とする反面、効果はなかなかです。チャージは、およそ5秒です。僕が考えた最強エクスプロージョン、みたいな性能ですね。他にもいくつかあるんですが、とりあえずこれで最後にします。両手以上の、目視録ですね。長めのチャージの後、無敵状態となって、空に浮かび上がります。戦闘中に唱えるなら、霊体化などの工夫が必要でしょう。狙っている場所に流星を落とすため、飛んでいるドラゴンには、まず当たりませんね。とはいえ、地上を這いずる敵には、一方的に攻撃可能です。そんなこんなで、道草をむしゃむしゃしてきました。申し訳ないがロード明けの襲撃は NG。正義の軍団が不意打ちとか、笑えない冗談ですな。悲しいかな、達人魔法を身につけたヴァンパイアに、挑もうとはね。そう。
野生のドーンガード程度では、攻撃力の検証ができませんね。塔の上にもう一人いますが、登るのが面倒なのでさようなら。セラーナインフォメーションによると、清掃の書がありそうなのは、お城の中庭なんだとか。城内から行くと、ハルコンに気づかれるかも、ということで、裏手から攻め込むことに。アイスストームか、肩払いたいわ。冷凍バフンウニを食らうがいいわ。なお、開けた場所では効果が薄い模様。その上敵はスケルトン。そんな相手に霊気属性なんか使っちゃって。これは完全に、達人魔法を覚えたことによる、かつてないほどの油断をしています。まあ、そのうちどなたかから、頭をかき割られれば、目も覚めるでしょう。それまでしばし、うぬぼれタクティクスを、ゆっくり見ていってね。実際のところ、魔法コストさえ抑えておけば、この組み合わせが、最強だと思います。言うまでもないですが、霊気属性に完全耐性がある敵には、暴風が吹きませんので、霊気耐性を下げる効果も発生しません。一応、霊気耐性を貫通させるための、破壊魔法パークもありますが、深刻なポイント不足により、振っている余裕がありません。貧しい。そうそう、そうやって余裕熱波を連発していれば、基本楽勝なんです。それじゃ、青い炎を、駅前のティッシュみたいに配りまくって、ズンズン行きましょうか。アンデッドは基本、だらしない炎耐性ですからね。地獄の番犬だろうと、番犬ガオガオだろうと、アズーラファイヤーであの世行きです。城内は、財政難のためか、ろうそくを節約しているようです。視界がかなり悪いので、ワンワンは特に気をつけましょう。しかし、セラーナに対して、問答無用で襲ってくる、吸血鬼が城内にいるのは、ちょっと変ですね。家臣からも嫌われてるなんて、ハルコン、今までよく無事に過ごしてきましたね。まあ、妖怪首だけおじさんに変身されては、恐怖で物も言えなくなりますからね。城内に、またいましたよ。今回は自由に動き回れるようです。まあまあ大きな体なのに、プリプリと素早く回転する様は、見ていてシュールです。ずっしりとしたカルシウムの集合体、というよりは、黒のローブをまとった、ファントム、リーパーに類する敵だと思えば、この圧倒的ふよふよ感も、受け入れようじゃないの。ところで、セラーナの最高レベルは、50です。レベル45くらいで、体力は、600から700の間、だと思われます。そんな彼女が、膝をついたということは、ふよふよ魔人の攻撃は、一発100くらい、威力があるようですね。さて、首だけおじさんがアレルギーを起こす、この平和な庭園には、秘密があります。中央にある月時計が、わざとらしくクレストを、はめて欲しそうにこちらを見ていますので、秘密の花園に放置されている、円盤を3枚、ポコポコっと、収めていきましょう。なんでわざわざこんな大掛かりな仕掛けを作ったのか、これがわからない。賢明ですわね、お母様。とても賢明ですわ。このトンネルには入ったことがありませんけど、中庭の下を通って塔の廃墟に通じていることはかけてもよくてよ。でも少なくとも近づいてはいますわ。行きましょう。ん、こんな無駄なギミックが賢明なんでしょうか。一つのクレストの下に地下に通じる穴を開けておくだけでよかったのでは。ロマンに合理性を説くのは野暮でしたね。お城のこの部分は来たことがありませんの。用心なさって。何があるかわかりませんわ。この辺はハルコンの手が入っていないんだそうで、ムクロの安眠所になっています。とは言っても数が多いだけで序盤と大差ありません。剣と弓の脳筋軍団なのでコツコツ仮装していきましょう。骨なだけにね。皆さんお怒りのご様子。まあいいや、時には数が命取りになることもあるんです。アンデッドだろうと問答無用、ナイチンゲールの口実でじっくり殴り合っていってね。
弱い。そりゃあね、何千年も椅子に座りっぱなしじゃあね。城内後半戦の唯一の見どころは、ここぞとばかりに存在感をアピールするガーゴイルたちです。ドラゴンプリースト並みに数が少ないくせに、これといった攻撃手段もなく、石像を破裂させて登場する瞬間に命を懸けている儚い種族です。希少な宝石や鉱石、インゴットを落としますが、それだったらソルスセイムでアッシュスポーンを買っていればいいじゃない、という悲しいオチが待ち受けています。どうあがいても活躍できそうにない不憫なガーゴイル君。この部屋が確か最後のお勤めだった記憶があるので、せめて彼らの姿をちょっとでも拝んでいきましょう。ただいま右手に装備しましたるは邪悪な双子という幻惑魔法です。栄翔を続けている間、周囲のすべての敵の幻影を作り出します。どんなに敵が多くとも同じ数の幻影を作り出すので、進撃の勢いを削ぐのに大変有効です。が、当然ながら幻影側にはハンデが課されています。本体よりも受けるダメージが多いのです。体感では2倍くらいだと思います。長期戦には向かないので、時間稼ぎや敵の消耗、疲弊が主な目的になるでしょう。間近さえ潤沢にあれば、壁役として使うのもありですね。業界によっては、ご褒美にも見えるセラーナのキルムーブでした。ガーゴイル相手では、珍しいですね。なんやかんやありましたが、無事、バレリカの部屋を発見。頭をかち割られずに済んでよかったね。この場所を見て、ここに違いありませんわ。母が資料術にのめり込んでいたことは存じておりましたわ。だって私の知っていることは全て母から教わったものですのよ。でもこんな仕掛けがあるなんて夢にも思いませんでしたわ。ご覧になって、母は何年もかけてこういう部品を集めていたに違いありませんわ。それにしてもこれは何なのかしら。確かなことは言えませんけど、でもこの円環、明らかに何か重要なものですわよ。探してみましょう。母の行き先の手がかりがどこかにあるはずですわ。ここにありました。そうですの、見せてもらえて。ソウルケルンには強大な力を持つ存在が複数いる。資料術師はそれらに魂を送り、見返りとして力を得ている。母はそういった存在と接触を取れないか、つまりソウルケルン自体に行けないかという検討にかなりの時間を費やしましたわ。読み間違いでなければ、ソウルケルンへと無事に入るための手順が記されていますわ。痕跡の破片をいくつか、細かく引いた骨の粉、浄化された虚無の塩をかなりの量。ああ、なんてことですの。彼女の血も少し必要みたいですわ。それが手に入るくらいなら、こんな手順はそもそも必要ないというのに。そこはご都合主義のスカイリム。バレリカの血は、娘であるセラーナの血で、こと足りちゃうのです。なんてことですか。母は本当に成し遂げた。ソウルケルンに通じる転移門を作り上げたのですよね。信じられませんわ。ちなみにですが、吸血鬼ではない、ノーマルなドラゴンボーンの場合、ソウルケルンに入る際、体力などの自然回復が停止するという制約を課されます。今回は、スカイリムにいる間から、ずっとその制約を受けていたので、特に何も感じませんね。さて、それでは、バレリカに会いに行きましょう。あ、ちょっと、なんで脱ぐ必要があるんですか？あ、ダメだこれ。しょうがないので、装備を着せてあげました。誰も見ていないからって、開放感を楽しむのはけしからんね。よしよし、それじゃあ、参りましょ。ソウルケルンでは、いくつか召喚魔法が手に入りますが、はっきり言って、戦力外ですので、今回も取りません。ソウルケルンで有益なものって、本当に少ないんですよね。
倒したことのある敵と、もう一度戦えるみたいな施設があれば、また評価も違ったかもしれません。これだけ広いマップなんですから、集落の一つでも、あればなぁと思ったり思わなかったりします。お、まあタフよフヨ魔人がいますね。バレリカに喧嘩売っているように見えますが、とりあえず処理しておきましょう。こちらに気づいていないようなので、脳天に、おもねの隕石を、お見舞いしてあげますぞ。前段命中でも、半分ほどしか削れないのか。栄翔の隙を考えると、ファイアーボールでも投げつけていた方が、よっぽどダメージが入りますね。じゃ流します。殴りたがり屋さんには、溶流熱波の引き打ち、これですね。さて、バレリカですが、IDU マスターとの契約によっ、あれ、ここのバリア、通過できましたっけ？まさか、セラーナ。それで、吸血鬼の血が入った者が、なぜ私の娘に同行することになったの？私が娘を、彼女の清掃の書を守るためだけにあの墓へ置くほど、厚かましいと思う？書は、目的達成の手段に過ぎない。太陽の先生への鍵はセラーナ自身よ。二つ目の章はコールドハーバーの娘の血がドラゴンを失明させるであろうと示している。これで私がセラーナを守りたかった理由、そして清掃の章を彼女からできるだけ遠ざけてきた理由が分かり始めたでしょ。このよそ者が吸血鬼を名乗ったとしても、私たちの苦悩を何一つ知らないのよ。どうしてあなたを任せられる？そのよそ者の彼女は、お母様が何世紀もの間にしてくれた以上のことを、わずかな間にしてくれましたのよ。よくもそんなことを、あなたが父と呼ぶ狂信者から守るために、すべてを諦めたのよ。ええ、お父様は狂信的に変わってしまいましたが、それでも私のお父様なのです。そういう父親を持った娘がどんな気持ちでいるのか、どうして分かってくれませんの？セラーナ、どうか目を覚まして。あなたの父がお告げの中のあなたの役割に、あなたの血が必要なことに気づいた瞬間に、恐ろしい危険にさらされるのよ。でしたら、私を守るために好きなものを一つ残らず取り上げたっておっしゃいますの？あのお墓に私を隠すことが最善の方法と何一つ教えもしないで、ただ黙って言う通りにすればいいとでも思っていたのではなくて、お父様もお母様も自分の道を譲らなかった。理由は多分それぞれ違っていたのでしょうけど、結局は二人とも私をただの道具としか見ておりませんのよ。私はもう一度家族になりたい。でもそれが可能かどうかも分かりません。もしかしたら、私たちには分不相応な幸せなのかもしれませんわね。高望みと言ってもいい。それでもなお、お父様を止めなければなりませんわ。手遅れになる前に。そのためには、清掃の書が必要ですのよ。ごめんなさい、セラーナ。知らなかった。わからない。あまりに長い間、あなたの父への憎悪に任せて、疎遠になってしまった。どうか許して。清掃の書が望むなら、あなたのものよ。なぜ飛ばしたし。とにかく、やることはわかりました。清掃の書を手に入れるために障壁を破るために万人を倒すために三つの塔に行くことが、今すべきことですね。なぜか障壁をすり抜けられるのですが、その辺は見なかったことにしましょう。万人ですが、首なしのドレモラみたいな見た目をしています。しかもドラゴンの鎧を着込んじゃって、やる気満々なのです。とはいえ、所詮は脳筋、育ち盛りの魔術師にとっては、その他大勢のモンスターと、大差ありません。
おほう、これは嬉しいね。ドラゴンの両手斧だなんて。これはいつか、シャドウメアのお尻を切りつける時のために、もらっておきましょう。というようなことを、あと2箇所でやればバリアに消えてもらえるんですね。ルーララー。地上から行くのがくっそ面倒な今日この頃。万人のお宅に、天空よりお邪魔します。レビテイトは、片手で維持できますので、空いている手で、空中戦を楽しむのも、また一興です。膨大な間近が不可欠ですが、今の私なら、昼飯前くらいです。今度は弓使いの番人ですが、さすがに空からの奇襲には、対応できないようですね。意外と間近がやばかった。あと少しで、みたいなことになるところでした。まあ無事に倒せて何よりです。その上ドラゴンの弓までもらっちゃって、嬉しいってレベルじゃねえな。お帰りはこちらから。おうおう最後の番人、お前はどんなドラゴン装備を持っておるんじゃ？私に武器を献上する権利をやろう。あ、普通にスルーするんですね。オーブは見ていて面白いのですが、1対1だと、そこまで恩恵を感じられません。あと、倒した番人の数が、1に戻っているようですが、気にしてはいけません。決して、油断したところを、3人目に頭をかち割られたわけでは、ないのです。この番人は、メイスですか？片手武器かな？とりあえず、シャドウメアの尻を叩くのに、ちょうどいいですね。ちなみに、ソウルケルンには、ストーリーとは無関係の、ボスがいらっしゃいます。ヌバババス割れちゃうー、みたいなエリアにある宝箱に、リーパージェムのかけらがありまして。これを3つ集めると、リーパーを呼び出し、戦えるそうです。ということで、試しに読んでみましょう。ソウルケルンを、東沿いに進んでいくと見つかる、一つの寺院内に、その祭壇はあります。いかにもヤバそうな雰囲気ですね。戦うのは初めてですので、ちょっとワクワクも。お、なんか出てきた。しかも多数の骨っこ、長期戦は不利でしょう。どう戦おうか迷うところです。うん、数には数で対抗しよう。ガーゴイル戦で、微妙な活躍を見せた、邪悪な双子ですね。これで多少は、時間が稼げるでしょう。はぁ？ちょっと待って、リーパー、もう死んでしまってるやん。アズーラファイヤー数発で終わりって、どういうことなの？私が強すぎた、とも思えないです。リーパーは、こちらのレベルに合わせて強くならない、ただのカカシでした。しかもドロップアイテムは、国痕跡にデイドラの心臓。ケチってレベルじゃねえぞ。もうちょっと歯ごたえのあるボス。いないんですかね。不完全燃焼に陥ったところで、今回はここまで。次回は、今シリーズ初のドラゴン戦ですって。まあ、リーパーがこんなんじゃ、きっと楽勝でしょう。ご視聴ありがとうございました。